中住まいは、将棋の主に愛医飛車で用いられる囲いの一つ。威力より玉が真上に一つ上がった形で、先手で言えば玉章が五八に上がった形を言う。金章と銀章の位置は特に定まっていないが、金章は七八と三八に来る場合が多く、銀章は六八、四八、三八に来る場合が多い。硬さよりバランスを重視しており、 大駒の打ち込みに備えるのが狙いで、平手では主に横太りの空中戦法や相掛か,かり戦法で使用されるが、稀にヤクラ戦法やアイブリビシ車で使用されることもある。玉章の上部からの攻めに弱いとされる。かつては延大将棋でよく用いられる囲いであった。川崎、智秀。 ヒリチ・ジャパニーズ・イングリッシュ・ショディクショナリー・ネコマド・ P72 ・ ISBN 9長7849億522万5089日本将棋連盟公式将棋ガイドブック145ページの説明より日本将棋連盟公式将棋ガイドブック119ページによると、駒落ちの日落ち、飛車落ちの上手の先方として早めに 格交換を指摘に開きに構えて大駒の打ち込みに備える差し方があり、この形がおみきどっくりに似ている形からおみき刺しと呼ばれているという日本将棋連盟公式将棋ガイドブック145ページの説明よりありがとうございます。